皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV、アンジャンソニュースでございますが、本日は、ついにロシアがスマホが作れなくなりました。では参ります。まず本題行く前にですね、ちょっとこちらの説明だけさせていただきたいと思いますが、これですね、18度で凍る特殊ななんか薬剤を使ったものですね、首にかけると非常に冷たくて涼しいわけでございますが、首掛け扇風機なんか作るとどうしても音が邪魔をしてしまうというところでですね、ちょっとこれを使わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以前ですね、このロシア・ウクライナ戦争が始まった当初の頃だと思うんですけれども、まあコメントを読んでおりますですね、いつもありがとうございますという感じでコメントを読まさせていただいてるんですが、ちょっと皮肉混じりのコメントがありました。ウクライナを私は支援しております。そして、ロシアを支援している方もいる。で、意見の違いはあるので、これこれこういう理由でというのは、大歓迎でございますし、それはいいんですけれども、ちょっと皮肉混じりのコメントがあった。そのコメントというのは、空調の効いた部屋で、物喋ってないで、現地に行ったらどうですかっていうことが入っていたわけですよ。現地に行ける環境じゃないから、今できることをやってんだっていう、そういう話なんですけれども、一番ショックだったのは、空調の効いた部屋でっていう一言だったんですね。空調ないわっていう話でね。夏はものすごい暑いし、冬はものすごい寒い部屋なんです。私の仕事部屋。まあ家族から仕事部屋1個もらってるので贅沢は言えないんですけれども、空調はありませんというところでございます。では本編行きたいと思いますけれども、まずはロシアでスマホがついに作れなくなりましたという話。こちらですね。ロタンさんでございます。ロタンさんよろしくお願いいたします。昨年、ロシアのロステフ子会社が売り出したスマホ AYYAT1 の後継機 AYYAT2 国産チップスキタイ搭載で価格も半額になる予定だったということで期待されていたのかもしれませんが、これがですねスキタイの製造委託先が、まあ、台湾の TSMC だったということなんですが、これが制裁によって途絶している、関係がもう途絶してしまっていて、手に入らないということですね。あと、過剰発熱の不具合なんかもあるということですね。技術的にまあちょっと難しいんでしょうね。過剰発熱してしまうということで、発売は絶望的になりましたというニュースですね。で、元ネタはですね、IXBT.com という、これロシアの、インターネットとか、まあ、IT 系のサイトですね、情報サイトになります。なんで、ロシアの情報サイトがロシアの国内で発信した情報が元になっているので、確かな情報じゃないかなというふうに思いますね。ついに、スマホが作れなくなりました。そういえば、ちょっと前にですね、プーチンさんが、もうハイテク部品なんかの入手が困難になるっていうことを、首相にもですね、ちゃんと表明をして、それでも我々は頑張るんだ、みたいなことを言っておりましたけど、まあ、こういうことだったんでしょうね。スマホはさすがに隠せないですからね。うん、もう隠せないこういう事態が迫ってきていたので、もう自分たちから発表していたということなんじゃないかなというふうに思います。スマホが作れないってことになると、今車なんかもね、エアバッグとかないような昔の方に、先祖返りをどんどんしてますけれども、まあスマホも先祖返りをしていくんじゃないかなと思います。もしかしたら、まあガラケーで統一されていくのかもしれないですし、ただガラケー、私の、お袋もガラケー使ってますけれども、スマホ依存が起こらないので、悪い面だけではないと思いますね。ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。まあハンバーガーなんかもですね、マクドナルドの劣化版ですよね。美味しいただそれだけっていうですね。美味しいただそれだけっていう劣化版の、ハンバーガーショップも自前で作って頑張ってますので、携帯に関してもですね、まあスマホとか携帯に関しても通話ただそれだけみたいなですね。そういうまあ機種を出して頑張っていただきたいなと思いますが、制裁は効いてます。確実に効いている。そんな中で他のものも作れなくなっているっていう実際のロシアの業者さんが登場する記事というのがありました。それがですね、こちら読売新聞なんですけれども、ロシア産業界にじわり打撃、制裁で機械も原材料も不足、一番怖いのは機械の故障ということなんですけれども、お二人登場人物が、出てきます。まず一人目はですね、モスクワの北東部で印刷工場を営んでいらっしゃるこちらの方なんですけれども、アルチョム、ジュジャコフさんという方でございますね。印刷工場。ところが、この印刷工場の機械はほとんどが欧州製の機械だそうです。うん。で、これまではインクも、もちろん欧州製の機械なんで、欧州のインク使わなければいけない。あと、この工場で一番上質だった紙、分厚い感じのね、上質だった紙も欧州製の紙だったそうです。で、これらがもう入手できていない状況。
なので中国からの輸入品で代替をしているんですけれども、当然物が違えば故障の原因にもなるということですね。なので故障が今一番怖いと、でなんならもう自分で直すっていう覚悟も決めてるなんていうことをおっしゃってました。あとですね、一時期スーパーのレシートの紙なんかもなくなったって言われるロシアの国内紙事情ですけれども、どうやらやっぱり紙もないみたいですね。欧州産の紙はもうないで、中国産に代替してたけど、していたけど、それもちょっと足りてないので、ロシアの国内産の非常に質の悪い紙、これもしょうがないから使ってるんだけれども、これも入荷できない時があるということで、やっぱり一時的にですね、在庫引っ張り出して紙大丈夫ですってやってたけど、紙もどうやら足りなくなってるっていうのがこの記事の中から出てきました。でもうお一方なんですけれども、もうお一方こちらの方、これがびっくりで、なんとクラフトビールになりますね。モスクワでクラフトビール醸造会社を営むアレクサンドル・グロモフさんという方、グロモフさんという方ですね。ホップを仲介している業者が欧州の業者ということでございます。で今ですね、このホップ輸入まだできてるんですけれども、関税がまあ大混雑していて、注文してから届くまでものすごい時間かかるみたいですね。関税だけで1週間待たされることもあるということで、非常に不安定になっている。しかも仲介業者が欧州の業者なので、いつ手に入らなくなるかわからないというところです。ちょっとこの、あの方に関しては、ちょっとお気の毒なところがあって、あまりにも不安ということで、現在精神安定剤をまあ服用されているというところですね。もしかしたら、まあ、ロシアでビールが飲めなくなるような、ウォッカだけ飲んでりゃいいやみたいな、そういうですね、時代が来るかもしれないというところでございますが、確実に、制裁は効いております。このまま続けるべきです。で、ロシアはですね、またこれだけ制裁効いているところっていうのはだんまり決め込んでいて、で、ドイツ、まあ、欧州に対するガスですね、ノルドストリーム1のガスを 40% に絞るっていう話だったんですけども、それをさらに 20% に絞るっていうのも、記事として最新のもので出てきましたね。ここを耐え切れるかどうかというところですが、まあ、中東がどう動くかっていうところにもかかってくるとは思うんですけれども、ちょっとここをですね、まあ、自由主義陣営側も我慢して乗り切ることができると、ロシアとしては打ち手がどんどんなくなっていくというところになります。勝負の冬になるのかななんて気がしてしまいます。では、次ではウクライナの戦場のお話なんですけども、昨日の動画で、ヘルソン奪還作戦とはまた別で、もしかしたら電撃的にサポリージャ原発の奪還作戦が行われるかもしれないというお話をさせていただきました。で現在情報がものすごい錯綜していて、何が正しいかっていうのはジャッジできないような状況だというのもお話をさせていただいておりますけれども、どうやら、ウクライナ当局が情報統制ですね、ヘルソン市の今ロシアの占領下にいるウクライナ人の方々にも情報出さないでってお願いをしてたというところですね。これ明宝さんのツイッターになります。ウクライナ当局はヘルソン周辺の民間人に対して犯行に関する情報の公開を公式声明発表まで待ってほしいと要望しているということですね。当局、ウクライナ当局が公式発表をするまで、この街を取りましたとか、ここを奪還しましたとか、あと、パルチザンの方々がこういうところを爆破しましたとか、ロシアの武器庫を爆破しましたっていろんな情報があるけれども、それは出さないでほしいというところ、いよいよ本格的な南部での作戦というのは実行されるそうだというところですね。もう実行されているかもしれないですね。情報が出てきてないだけかもしれない。で、何が実行されているかというところは、昨日お伝えしたように、ヘルソン奪還作戦、もしくは電撃的なサポリージャ原発の奪還作戦、この二軸で見ていれば多分ですね、取り逃さないんじゃないかなという気がしております。ということでございます。はい。でですね、もう一つウクライナの情報で、小ネタなんですけれども、ですね、犬の飯さんが砲撃報告数を出してくれております。こちらなんですけれども、はい、これですね、今撮影日は7月の26日、現時点からですね、20時間前になりますので、24日の砲撃報告数ですね、まとめてくださったものになりますけれども、ここで見ていただきたいのはもう1点ですね、ポパスナでございます。ロシアが51の砲撃数、少なくないですね。かなり多い砲撃数ですが、なんとウクライナが上回りました。58。今ですね、ポパスナ、この東部のところ、釜の蓋を閉じようということで、少しでも戦果を上げようと、無理くりな突撃をロシアがずーっと繰り返してます。で、ずっと撃退され続けているんですけれども、これですね、少なからず、ロシアの国内で波紋を広げていくと思いますね。
人命軽視も甚だしい突撃を繰り返しております。で、これ使っているのが、モスクワにいるようなロシア人であればまだしもなんですけれども、少数民族の貧しい方々ですね。こういう方々を使っている。ロシア人のロシア世界プロジェクトですよね。になぜか少数民族全然関係ない人たちが命を捧げている状況というのは必ず何かしらの形で幸せが来るんじゃないのかなと言いますか、まあ物議を醸してくるんじゃないのかなという気がいたしますけれども、やっとロシアが51も攻撃報告出している中、やっとウクライナが上回る状況も出てきたということですね。西側の支援というところで訓練も終わった兵士の皆さんが弾薬持ってやはり戦場に駆けつけてきていて、その効果が出てきているということです。この上でロシアの弾薬庫等々ですね、これからも地道に叩いていくことで、こういう状況が今後もっと散見されてくると、いよいよですね、ウクライナ側がじわりじわりと押していく状況、これにですよ、これにロシアを完全に追い出すためには、戦車であったりとか戦闘機であったりとかっていうところの、供与というのも必要になってくるはずです。それに関してはまた焦らずにですね、順を追ってこちらも情報を待っていきたいなというふうに思います。はい、では最後にカザフスタンの情報でございます。カザフスタンですね、今ロシアと関係うまくいってないという情報は前2つぐらいかな、情報を出させていただいております。カザフスタンが今民主化に思いっきり舵を切ってます。そして貿易的にはロシアではなくて EU との関係パイプを太くしようという意図が見えますね。それでもロシアに一応気は使っていたんですけれども、ロシアとしてはそれ以上 EU 側行くんじゃねえということですね、カザフスタンからのガスですね、ガスのパイプラインの大元のところを止めてしまったりという嫌がらせをしているような状況でございますけれども、カザフスタンがどうやらですね、ロシアがカザフスタンにも手を出す可能性があるぞというところに気づき始めたみたいですね。可能性は十分にあります。ロシアの世界プロジェクトやってますんで、というところで防衛費を 1.5 倍に増額するそうでございます。さらにトルコのバイラクタルですね、無人機になりますけれども、バイラクタルの輸入も決定したというところで、対ロシアだと思いますけれども軍備増強に、フェーズを動かしていってるということ。今ポーランドがものすごい増強してますけれども、まあロシアの周辺ではこれが起こってくるということですね。ロシアの周辺といえば我が国もそうだよっていうところですね。うん、一応防衛費増やすという状況になってますけれども、まあこれに関しても国内でやんやんやんや言う人がいますけれども、ロシアがこれだけ法にのっとらない無茶苦茶な嘘ついたプロパガンダの戦争を仕掛けているわけです。もしこの結果以下ではどういう戦争の終わり方になるか以下では新しい戦争が始まる。その新しい戦争が起こるのはですね、この極東エリアが極めて高い。具体的に言うと台湾です。で、台湾というのは言い換えると日本のシーレーンになります。日本のシーレーン、エネルギーの 90% が通っているシーレーンです。今のヨーロッパで起こっているエネルギー危機、ロシアによってヨーロッパはものすごい締め付けられております。こことの戦いしているけれども、冬越せるかどうかって話になってますよね。今度日本がシーレーンを中国に抑えられることで、中国にこれやられる可能性があるっていうことですよ。今回の戦争の終わり方以下によっては、中国に完全に首根っこつかまれる状況になるっていうことです。これを防ぐためには、今頑張ってくれてるウクライナを支援するしかないというふうに私個人は思ってますけれども、カザフスタンもそうしたように、ポーランドもそうしたように、そして今ウクライナが戦っているように、ロシアのすぐ隣である日本というのもそろそろ目覚めていってですね、民主主義を守るための国防というのを考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。ということで本日の内容以上でございます。ご視聴ありがとうございました。